マテリアルズ愛。ニムスは人間の息に含まれる二酸化炭素の流れを映像として捉えました。マスクの隙間から流れ出る二酸化炭素の様子もこの通り鮮明に映し出しています。赤外線の応用を長年追求してきたニムスが見えないガスを撮影することに成功しました。世界最高性能の二酸化炭素可視化技術です。今回利用したのは特別な赤外線カメラ。高感度かつ高解像度で赤外線を捉えます。実はガスというのはその種類に応じてそれぞれ独自の波長の赤外線を吸収します。そのため赤外線で見るとガスの濃さに応じて赤外線の吸収度合いが変わり、周囲とは異なる濃淡が見えるんです。二酸化炭素の場合、吸収するのは波長およそ 4.2 マイクロメートルの赤外線。この赤外線だけに注目すれば、二酸化炭素が濃いところと薄いところを高いコントラストで映像化できるわけです。ニムスが設計したカメラには 4.2 マイクロメートルだけを通すフィルターが内蔵されており、冷却されています。冷却したフィルターと高性能な赤外線カメラとの組み合わせによって世界最高性能の二酸化炭素可視化を実現させました。二酸化炭素が大量に発生する燃焼の様子を見てみましょう。火をつけると炎で発生した二酸化炭素が熱による上昇気流によって上の方に拡散していく様子がよくわかります。他の波長ではこのようには見えません。見えているのは確かに二酸化炭素です。このカメラを使って人間の吐く息を撮影してみます。口を使った通常の呼吸状態を保ってもらいます。前方への流れがうっすらと見えます。ここで濃淡を強調する画像処理を行うと流れが鮮明に見えてきました。その中に濃淡も見て取れます。二酸化炭素の微妙な濃度差がくっきりと映し出されているんです。マスクによりこの流れがどう変わるのか見てみましょう。不織布でできた一般的な使い捨てマスクです。マスクの情報から二酸化炭素が流れ出していることがわかります。マスクなしと比べ正面方向への流れは見られなくなりました。全世帯に配布された布マスクでもやってみます。漏れる方向は変わりましたが、正面方向は使い捨てと同程度に見えます。顔が隠れない利点があるマウスシールドの場合、マスクとどう変わるでしょうか。上方向への気流は大きいですが、正面方向へは流れていません。しかし装着位置がわずか数ミリずれると、シールドで跳ね返った吐息が正面方向へ勢いよく流れてしまうことが明らかになりました。今回二酸化炭素の可視化に成功した理由、実はニムスは長年にわたり独創的な赤外線の研究を進めてきました。特定の波長の赤外線を放出したり検出するデバイスの開発をはじめ、赤外線によるガスの濃度測定など幅広い技術を開発しています。ニムスのこうした研究成果の蓄積が世界最高性能の二酸化炭素映像化技術を成功させたんです。今回コロナウイルス感染防止の対策に役立つことを期待してこの映像を公開しました。しかし見えているのはあくまで二酸化炭素を目印とした空気の流れです。ウイルスを直接捉えているわけではないことに注意する必要があることを強調しておきます。最後にマスクをせずにくしゃみをした場合も観察してみました。瞬間的に大量の息が吐き出されることがわかります。さらに気流とは別に粒状の物体が飛び散る様子も撮影されました。実はこの波長では液体状の水もわずかな吸収を示します。水分からなる飛沫も可視化できるんです。ニムスは今後も赤外線の利用をはじめ社会に役立つ技術の開発に取り組んでいきます。